2018年11月、同じサークルの女性に気味の悪い手紙が届いたと言ってスレを立てたイッチ。しかしその後始まった様々な考察の末、スレミンたちは身の毛もよだつ真実にたどり着いてしまうのでした。まず最初にイッチは、僕の話を聞いてほしいと言ってスレミンたちに相談を持ちかけました。なんでもイッチの通う大学で同じサークルに所属する女性に気持ちが悪い手紙が届いたとのこと。すると突然自分のことを知っている前提で話を始めたイッチに対し、イッチを知らないスレミンたちからは失笑が漏れます。またイッチを知っているスレミンたちも、今回はまるで有名人のように登場したイッチに対しては呆れている模様。ところがイッチはスレミンたちが何に対して呆れているのかわからないようで、毎回突っ込まれるポテハンのラブマスター部分について熱弁を振るい始める始末。これには当然スレミンからそこじゃねえよと突っ込みが入るものの、イッチは全く気にした様子もなく、この手紙を見てほしいと言って、本題であるミスケンの女子に届いたという手紙の画像をスレにアップしました。その画像には、たった一行だけ、君を食べたいと書かれた不気味な手紙が写っています。すると一部のスレミンからは、人の話を聞かないイッチに対して不満が上がったものの、他のスレミンたちはイッチのアップした手紙の不気味さに気づいたようで、これはラブレターなのか、いや、手渡しされたのか、と質問が飛び始めました。その質問にイッチはまず、ラブレターだとしたら確実に振られるだろう、と答えると、続けてこの手紙は、京花ちゃんという女子のカバンに入れられていたものだとスレミンたちに説明します。そして手紙には差出人はおろか、宛名すらも書かれていないそうで、イッチはこの不気味な手紙について、スレミンたちになら差出人の気持ちがわかるんじゃないかと思って相談した旨を明かしました。するとそんなイッチの言葉を聞いて、当然スレミンたちは面白くない様子で、スレナイはイッチへの罵倒が飛び交います。しかしここでイッチはキモい手紙を送ってきた人物と同類にされて激おこなスレミンたちに対し、毒を持って毒を制すと持論を展開し始めました。さらにイッチは羊たちの沈黙という映画を例えに出して、スレミンたちをリスペクトしているからこその提案だと言い切ります。ちなみに羊たちの沈黙とは1991年に公開された映画で、連続殺人犯を追うFBI 訓練生が刑務所に投獄されている殺人犯と組んで犯人を突き止めるサイコスリラー映画です。ところがスレミンたちはイッチの動向を見て、羊たちの沈黙の部分が羊っちの沈黙という致命的な誤字をしていることに気がついた模様。そして穴を見つけたら徹底的に叩くでおなじみのスレミンたちは、携帯型羊育成ゲーム爆誕などと言ってイッチをバカにします。そしてイッチがしれっと誤字を訂正する一幕があり、さらに盛り上がりを見せるスレミンたちはイッチのことをラムマスター&やジンギスカン&などと呼び始める始末。それでもイッチはスレミンたちに対し強引に手紙の意図はわかるかと尋ね続けます。しかしさすがのスレミンたちにも差出人の意図は読めないようで、とりあえずスレではストーカーにしろ、ただのラブレターにしろ、手紙を受け取った京花ちゃんが危険という意見で一致しました。するとここで一致が、ミスケンで毎年恒例のバーベキュー大会が次の日曜日に行われることを明かし、問題の京花ちゃんは手紙を受け取ってから怖くて不参加を表明していると言います。そんなイッチの話を聞いていたスレミンたちは、自分たちがバーベキューなどというキラキラの陽キャイベントに参加したことがないので、ピンときていない様子。
さらに別にバーベキューなんて行かなくても死なないや、外で肉焼いて食うだけのイベントがいつからそんなに出世したんだなどと言い出す。負け惜しみが悲しすんぎにきたちが続々と現れます。そしてスレミンたちの関心は京香ちゃんの容姿に移り、京香ちゃんが可愛いかどうかで話は変わってくると言って一位を問い詰め始めました。しかし一位曰く、京香ちゃんはロングヘアの仕込めだそうで、バーベキューに来ても来なくてもどうでもいいと暴言を吐きます。ところが一位が立てたこれまでのスレで、一位が極度の物戦だと気がついている小山スレミンたちはここで申し合わせたように、京香ちゃんを助けようじゃないかと手のひらを返すのでした。こうしてスレミンたちは不気味な手紙を改めて見返します。しかしやはり手がかりになるようなことはつかめないので、スレミンたちは大学で京香ちゃんの周りに怪しいやつがいないかどうか注意しろとイッチにアドバイスを送りました。これに対しイッチは仕込みの見張りとか全然気が進まないと言ってスレミンたちのアドバイスを却下します。ところがスレミンたちは、ラブマスターなら女の子を守るのは当然の義務だよなと言って、ちょろいイッチを言葉巧みにその気にさせるのでした。そして翌日の夜になり、スレに現れたイッチはいきなり面倒なことになったと投稿します。なんでもイッチは京香ちゃんのボディーガードをすることになってしまったそうです。というのも、今日大学で京香ちゃんに声をかけたところ、京香ちゃんが何かに怯えた様子で、最近誰かに尾行されてる気がすると言い、イッチに対して怖いからボディーガードになってほしいと打ち明けたのだそうです。そうなるとラブマスターを名乗るイッチとしては断れなかったらしく、結局京香ちゃんのボディーガードを今日から始めることになり、それで帰りが遅くなったのだと言います。ところがそんなイッチの話を聞いても、陰のものであるスレミンたちの多くは、なんだよ自慢かよなどと言ってひがみ始めました。しかしイッチはそんなスレミンたちに対し、仕込めのボディーガードなんて罰ゲームでしかないとまたもや暴言を吐き、今日は京香ちゃんのバイト先まで送り迎えをしてきて疲れたと言って、イッチにとって京香のボディーガード役は苦痛でしかないことを説明します。するとようやく嫉妬の沼から這い上がって我に返ったスレミンが、京香ちゃんの周りに怪しい奴はいなかったかとイッチに尋ねました。ところがイッチは仕込みと並んで歩くのが恥ずかしくて離れて歩いていたからわからないと全視聴者ネキたちを敵に回すであろう発言をします。そんなイッチに対しあるスレミンが、早く犯人を捕まえればその分お前も早く解放されるとアドバイスを送りました。また他のスレミンが、あの不気味な手紙と今回のストーカーが別の問題とは思えないと言うと、多くのスレミンもおそらく手紙の送り主が京香ちゃんのストーカーだと続けるのでした。こうしてスレミンたちのアドバイスを聞いたイッチは、僕もそう思っていたと言った後、明日から京香ちゃんの周辺にいる怪しい人物をピックアップしてみると宣言してスレを去っていきました。そして翌日夜遅くになってイッチが、今日一日である程度容疑者が絞り込めたと言って現れます。それからイッチは、怪しいやつを3人まで絞り込んだからとりあえず話を聞いてくれと言って、たったの1日でピックアップした容疑者3人について説明を始めました。まずイッチはこれから紹介する3人全員が京香ちゃんのバッグに手紙を入れることができたはずだと説明し、その後まだ容疑者の段階だから偽名で紹介するとスレミンたちに断ってから話を始めます。こうしてイッチの話は始まり、
まず一人目の容疑者が生為栄治という同じ大学に通う人物であることが明らかにされました。なんでも生為は一や京香ちゃんと同じ大学に通っていて、サークルこそ違うもののバイト先は京香ちゃんと同じ喫茶店なのだそうです。京香ちゃん曰く、生為の方が後からバイトを始めたそうで、イッチは生為が京香ちゃんの後を追うようにバイト先を決めたのではないかと睨んでいる様子。しかも生為はつい先ほどバイト終わりの京香ちゃんを迎えに行ったイッチを有しそうに睨んでいたそうで、イッチは生為について、容疑者というよりもはや犯人というほど疑っているのだとか。すると、ここまでの話を聞いて、気の早いスレミンたちは、生為を確保しろ、いや、もう生為で決まりでいいだろう、と言って、イッチの話がまだ終わっていないのに、勝手に解決しようとし始めます。しかし、イッチは、生為は限りなく怪しいけど、一応最後まで聞いてほしい、と言って、二人目の容疑者について語り始めました。そして次にイッチが目をつけた容疑者は、京香ちゃんと生為のバイト先である喫茶店の店長です。この店長は京香ちゃんに対し悪質なセクハラをしているそうで、京香ちゃんは今のところシンプルにストーカーより嫌いだと証言しています。ところがここであるスレミンが、どこからどこまでがセクハラなのかは線引きが難しいと発言しました。しかしイッチ曰く、この喫茶店の店長は普段から京香ちゃんに対し執拗にデートの誘いをしたり、今日に至っては髪の毛がサラサラでいい匂いするねなどの気象違法を連射してきたらしいのです。そのためイッチはこの店長について、ギリギリアウトではなく完全アウトの発言だと告げました。すると存在自体がセクハラでおなじみのスレミンたちも、この店長に対しては暴言が止まりません。そしてさっきまで生為が犯人だと言っていた舌の根も乾かないうちに、絶対にその店長が犯人だろうなどと言い出す始末。しかしここでもイッチが冷静に、もう一人容疑者がいるからそこまで聞いて判断してくれと言うと、3人目の容疑者についての説明が始まりました。なんでも3人目の容疑者は、イッチや京香ちゃんと同じミス系に所属している一つ年上の先輩だそうです。ここでも先輩の名前を仮に沢田宗介としたイッチは、沢田についてやたらと京香ちゃんにベタベタしてくると証言します。それはイッチが京香ちゃんのボディーガードを引き受ける前から続いている行為だそうで、沢田はよく京香ちゃん可愛い食べちゃいたいなどと本人を前にして言っているのだとか。その沢田先輩の肝発言が例の手紙に書かれていた君を食べたいという内容に被ることから、イッチは沢田先輩を3人目の容疑者に挙げたのだと説明しました。するとスレミンたちは、確かに手紙の内容とリンクした発言をしている沢田も怪しいと言って、もはや3人のうち誰が犯人なのか絞れなくなっている模様。ところがここでイッチが突然、沢田先輩はお姉だと衝撃の事実を明かします。そのイッチの発言を聞いて、じゃあ沢田は容疑者じゃねえじゃねえかとスレミンたちからツッコミが入りました。またあるスレミンは、もう沢田の食べちゃいたいが IKKO さんの声で脳内再生されると言い、さらにイッチに対し、なぜ沢田がお姉と知ってて容疑者にあげたのかと詰め寄ります。しかしイッチの答えはなんとなくだそうで、なんとなく容疑者が3人いた方がそれっぽいからという理由で沢田を容疑者に入れたのだとか。そんなポンコツイッチにスレミンたちは呆れつつも、とりあえずスレ内ではこの3人の中からマークする標的を1人に絞ろうという流れになります。
そして当然のことながら、しょうもない理由で容疑者に数えられてしまった沢田が最初に弾かれるのでした。すると、ここであるスレミンが、とりあえず一番ストーカーっぽい生ためをマークして、証拠がつかめなければ後日店長をマークしようと提案しました。これには店長犯人説を推すスレミンたちからブーイングが飛び交い、なぜ生ためが最初なのか理由を言えと噛みつき始めます。そしていつものしょうもない争いが始まりそうになったところで、イッチがスレミンたちを制し、バイト先の店長をマークするのは難しいから、とりあえず生ためからやると宣言しました。すると揉めていたスレミンたちも、実行する当事者であるイッチの言葉に異論はないらしく、次の日からイッチが生ためを徹底マークする方向で話がまとまるのでした。ところが翌日の夜に、まず沢田先輩からマークするとイッチが突拍子もないことを言って現れたのです。そのイッチの発言を聞いたスレミンたちは、なんで一番最初に容疑者から外したお姉をマークするんだよと当たり前の不満をイッチにぶつけました。するとイッチは、話が変わってきたんだと言って説明を始めます。なんでも今日大学に行ったところ、同じサークルに所属する初音ちゃんという女子が、京香ちゃんがストーカー被害に遭っていることを聞きつけて、イッチに沢田先輩が怪しいと思うと助言してきたのだそうです。そして事情を詳しく聞いてみたところ、初音ちゃん曰く、沢田先輩はファッションおねえとのこと、その証拠として沢田先輩と最寄り駅が同じだと前振りした初音ちゃんは、大学帰りに沢田先輩が駅のトイレでメイクを落として出てくるところを何度も目撃したのだと言います。また初音ちゃんは、沢田先輩はお姉のふりをして女性に近づいていると言い、自身も何度か体を触られたことがあると証言したのです。するとスレミンたちは、まんまと騙されるところだったぜと言って、沢田厳重警戒警報を発令します。そして翌日から沢田をマークしろとイッチに対して偉そうに命令するのでした。そんなスレミンたちの反応に対し、イッチは任せろと言うと、明日の金曜日から情報提供者の初音ちゃんと協力して沢田先輩をマークする手はずになっていると言います。さらにイッチは、日曜日のバーベキュー大会までに尻尾をつかんで、そこで沢田先輩にとどめを刺すと自身の意気込みを語り、スレを後にしました。ところが鼻息荒く去っていったはずのイッチが、翌日、初音ちゃんが行方不明になったと言って不安げにスレに現れます。なんでも初音ちゃんは前日の夜から自宅に帰っていないらしく、大学で初音ちゃんを見かけなかったイッチが LINE を送ったところ、なんと初音ちゃんの母親から返事があり、そのことが発覚したのだとか。さらにスマホも持たずにいなくなった初音ちゃんを不審に思った母親が、警察に捜索願いを出したことも明らかになり、思っていたよりも何か重大なことが起こっているのだとイッチは告げるのでした。するとスレミンたちは、沢田の秘密を知りすぎた初音ちゃんは消されんじゃないかと言って、ますます沢田が犯人の方向でスレ内の意見は固まっていきます。そしてイッチも、沢田先輩が限りなく怪しいと同意したので、スレミンたちは、明日必ず沢田の尻尾掴んで来いよとイッチに要求しました。しかしイッチは、明日は土曜日だから大学には行かないと言って、クソゆとり発言をカウンターで炸裂させてスレミンたちをずっこけさせるのでした。そして迎えた翌日、イッチが、初音ちゃんはまともに捜索されないらしいと残念そうにスレに現れました。なんでも警察への捜索願いは、事件や事故、そして自殺などの可能性があれば、
得意家出人として捜索されるそうなのですが、その可能性が薄い場合は、家出人手配簿に登録されるだけで、まともに捜索は行われないとのこと。すると、スレミンたちは、明らかに事件性あるだろうが、と言って怒り出し、お得意の警察は無能発言が飛び交い始めます。しかし、モニターの前でニチャニチャしているだけの牛に、この事態を解決する力があるわけもなく、スレ内には、もうもう、と、虚しい声が響くのでした。そして、いよいよ、ミスケンバーベキュー大会当日。珍しく、早朝にスレに現れたイッチが、イチかバチか、沢田先輩を問い詰めてくる、と意気込みを語ります。なんでも、初音ちゃんに頼れなくなった今。イッチは、玉砕覚悟で、今日中に沢田先輩を問い詰める覚悟とのこと。そんなイッチに対し、一人のスレミンが、もし沢田が犯人だとしたら、お前の身も危ないぞ、と言って、珍しくまともな助言を与えました。しかしイッチは、いざとなったらチョイナさんがいる、と言い、これまでイッチが立てたスレで、何度もイッチの危機を救ってきた女子の名前を出します。すると、チョイナさんを知らないスレミンからは、誰やそれ、との声が上がりますが、イッチが、顔も性格も口も悪い三冠王と表すチョイナさんが、絶世の美女だと信じてやまない小山スレミンたちからは、待ってましたとばかりに歓声が湧き上がりました。そして時刻はお昼前となり、バーベキュー会場に到着したイッチは、沢田先輩が参加していることを確認してスレミンたちに報告します。さらに参加者の中には、怖がって不参加の予定だった京香ちゃんや、ラスボスチョイナさんの姿もあり、イッチは、僕が頼み込んで参加してもらった、とドヤ顔で告げました。しかし、行方不明で心配されている初音ちゃんの姿はなく、イッチは、やはり協力者だった初音ちゃんの身に何かがあったのだと、深刻に語ります。そんな中でも、イッチの参加したバーベキュー大会が美女だらけだと察したスレミンたちは、なんとかイッチに写真をアップするように頼み始めました。ところが、そんなスレミンたちの要求は目に入らないのか。イッチは、沢田先輩が持ってきたバーベキュー素材の癖が強い、と言って、沢田が持ってきた材料の解説を始めます。なんでも沢田は、最近はアマゾンでもこんな肉が簡単に手に入ると言って、ワニやカエルやカンガルーなどのキワキワゲテモノ素材を持ち込んでいるのだとか。するとスレ内には、カンガルーは筋肉質のイメージだが実は柔らかくてうまい、やカエルの肉はなぜか八白菜などと言い始める。本当は食べたことないくせに、知識だけはジビエマニアニキたちが湧き始めました。しかも、ゲテモノ素材を持ち込んだ当の沢田は、ダイエット中とのことで、ほとんど食べていないらしく、イッチはそれについても気に食わない様子です。すると、好きあらば自分語りでおなじみの昭和生まれニキが現れ、カエルなんて昔は当たり前に食ってた、などと見切り始めました。そんな昭和生まれニキの発言を聞いたイッチは、チョイナさんはカエルだけをピンポイントで狙って食べてる、と言って、くだらない意地の張り合いを始めました。こうしてスレナイはバーベキューの話題で盛り上がり、気がつけば夕方になった頃、イッチが、もうお開きになりそうだったから、率直に沢田先輩を問い詰めてきた、と言ってスレに現れました。なんでもイッチは沢田に対し、お姉のふりしてえぐいことしてるらしいですね、とバカみたいな切り出し方をしたそうです。そしてキョトンとしている沢田にとどめたばかりに、トイレでメイク落としてから帰ってるの知ってますよ、と初音ちゃんから聞いた情報をお見舞いしたのだとか。そこでやっと事態が飲み込めた様子の沢田に、私がお姉のふりをしてるかどうか今夜試してみると言われたイッチは、
恐怖を感じてそそくさと逃げ帰ってきてしまったとのこと。するとスレミンたちはイッチに、根性なしだの、一回くらい相手してやれだのと好き勝手なことを言い始めます。しかしすでにバーベキュー大会はお開きになってしまったらしく、結局イッチは沢田から何も聞き出せないまま、京香ちゃんを家まで送り届けてから帰ると肩を落とした様子でスレを去っていきました。ところがそれから数十分後、京香ちゃんを家に送り届けたはずのイッチが、今京香ちゃんから LINE が来て、すぐに戻ってきてって言うからこれから向かうと慌てた様子でスレに現れます。するとただごとではない様子のイッチに対し、スレミンたちは何があったんだと尋ねますが、イッチからの返答はありません。そしてスレミンたちが心配する中、数時間後に現れたイッチが、京香ちゃんの家に誰かが侵入したと衝撃発言をします。なんでもイッチが京香ちゃんの暮らしているワンルームマンションに駆けつけたところ、京香ちゃんがうずくまっていたそうで、イッチが事情を聞くと、誰かが部屋に入ったみたいと言って泣いていたのだとか。その後イッチも一緒に京香ちゃんの部屋を調べたのですが、特に盗まれたものはなく、ただ京香ちゃんが使用していたヘアブラシがなくなっていたことと、洗面所やお風呂場といった水回りがピカピカに掃除されていたといいます。するとスレミンたちは、綺麗になってよかったじゃんか、いや優しい妖精さんがお掃除してくれたんやでなどと言って、まともに心配していない様子。しかしイッチは警察まで呼んで調べてもらったことをスレミンたちに告げると、不用意に現場に立ち入ったことをおまわりさんに怒られたというエピソードを交えながら、おまわりさんに金目のものが盗まれていないから顔見知りの犯行ではないかと言われたことを明かすのでした。さらにイッチはヘアブラシを盗むってどんな心境なんだと言って、またもや犯人と同じ種族にスレミンたちをぶち込んで質問します。しかし今回のスレミンたちは怒った様子もなく、しれっと京香ちゃんの持ち物が欲しかったとかだろうとの推測を披露しました。ところがイッチは、それなら普通は下着とか盗まないかと言って不思議があります。するとスレミンたちは、え、パンツなくなってないのと、まるでパンツを盗むのがスタンダードかのような反応を見せました。またここであるスレミンが、以前京香ちゃんのバイト先の店長が髪の毛サラサラでいい匂いというセクハラ発言をしていたことを思い出して、店長が怪しくないかと店長の方にシフトチェンジする発言をします。そんなスレミンたちの反応を見たイッチは、さらに京香ちゃんのブラシがなくなることは今までもあったらしいと付け加えました。しかし今までは自分でどこかに忘れてきたのだと思っていた京香ちゃんも、今回の件で実は盗まれていたのかもと言って怯えているのだとか。こうしてブラシが盗まれるという謎は残ったものの、バーベキュー参加者である沢田にはアリバイがあることになり、沢田は容疑者から外れることとなりました。そしてスレミンたちは先ほどから話し合っていた結果として、イッチに対し明日からセクハラ店長をマークしろと命令します。ところが翌日の夕方、沢田先輩が入院したと言い、イッチがすでに現れたのです。またイッチが言うには、沢田先輩は怪我をしたとかではなく持病が悪化しただけとのこと。しかしイッチが沢田の様子を見に行くと、沢田は昨日の件なんだけどと言って、イッチが無礼にも沢田を犯人扱いした件について話してくれたのだそうです。沢田が言うには、自分は決してファッションオネーなどではなくガチの方なのだそうですが、実はまだ両親にカミングアウトしていないらしく、そのため帰り道でメイク落として家に帰っているのだとか。
そんな沢田の苦しい胸の内を聞いたイッチは、バーベキューでの失礼を反省し、沢田に謝罪して帰ってきたのだそうです。すると、ここまでイッチの話を聞いていたスレミンたちは、自分たちも相当沢田のことを疑っていたくせに、ここぞとばかりにイッチを人でなし扱いするのでした。しかし、イッチは早くも次の容疑者に気持ちを向けているらしく、明日は必ず京香ちゃんのバイト先に張り込む、と意気込みを語って去っていきました。そして翌日、なんとイッチが事件は解決したと言って、さっそうとスレに登場します。イッチが言うには、京香ちゃんと一緒にバイト先に向かっていたところ、京香ちゃんのスマホに警察から連絡が入ったのだそうです。その後、警察に聞かされた話では、京香ちゃんの部屋に侵入したのは、なんと、あの生ためということでした。警察が言うには、京香ちゃんの部屋近辺をうろついていた生ためを発見して職質をしてみたところ、あっさりと自白したのだそうです。また、生ためは警察の事情聴取に対し、京香ちゃんのことが好きだったと自供しているそうですが、例の手紙については真相を語っていないとのこと。こうして、あっけなく事件は解決してしまい、スレミンたちは、最初から生ためが犯人だと思ってた、などの負け惜しみを言いつつ、生ための続報入ったら呼んで、などと言って、おのおの解散していくのでした。ところがその翌日、ちょいなさんが生ためは犯人じゃないって言うんだ、と言って、イチがすでに姿を見せます。なんでもちょいなさんが言うには、生ためはゲイだから、そもそも女性にストーカー行為なんてしないのだそうです。というのも、ちょいなさんは生ためと高校が同じだったらしく、その時から生ためが実は男性にしか興味がないことを確信していたのだとか、また生ためはイッチと同じミスケに所属するちょいなさんから、よくイッチの情報を聞き出そうとしていたらしく、ちょいなさん曰く、あれはお前に惚れている、とのこと。しかし、イッチは、自白しているんだから、生ためが犯人で間違いない、と、ちょいなさんに反論したそうですが、ちょいなさんは、生ための弱みを握って操っている黒幕がいる、と答えたのでした。そして、ちょいなさんが明かしたその黒幕の正体とは、なんと、お姉の沢田先輩だったのです。ちょいなさん曰く、生ためは自身がゲイであることを隠していたのに、沢田先輩にバレてしまい、沢田先輩はそれをネタにして、生ためをいいように使っていた、と推理するのでした。すると、ここまでの話を聞いていたスレミンたちは、ちょいなさんの登場に、再び異様な盛り上がりを見せます。さらに、生ためが一丁狙っていた事実を知って、さすがラブマスターは同性にも表になると言って茶化すスレミンも現れました。その一方でスレミンたちは今回のチョイナさんの推理に根拠はあるのかと疑問を投げかけました。そんなスレミンたちの疑問に対しイッチはさすがに僕も今回は暴論だって言ったんだと打ち明けます。ところがチョイナさんはすでに証拠をつかんでいたらしく、沢田先輩がなんで入院してるか教えてやろうか、とイッチに言うと、沢田の病名がラプンツェル症候群だと明かしたのです。なんでも、ラプンツェル症候群とは、大量の髪の毛を食べると発症する病気らしく、髪の毛を構成しているケラチンが人間の胃では消化できないため、胃の中で他の食べ物と絡まって石になってしまい、腸閉塞などの様々な病気になってしまうのだとか。さらに続けて、ソイナさんは入院患者の個人情報を手に入れた経緯について、アイリ先輩にお願いしたと明かしたそうです。すると、アイリ先輩に心当たりのあるスレミンたちが、アイリーンのことか、と言って、
どこぞのサイヤ人みたいな雄たけびをあげました。このアイリ先輩とは以前イッチの変な LINE 届いたというズレで、ご両親が病院を経営しているお嬢様として登場した人物で、スレミンたちは沢田がアイリーンの病院に入院していたのだと悟ります。しかしここまでチョイナさんの話を聞いてもピンとこなかったというイッチは、率直にラプンツェル症候群だとなんで犯人なのとチョイナさんに聞いてみたそうです。すると最近イッチからお前は口が悪いと言われたらしい。チョイナさんはおつむの中身がお下水にひたひたでいらっしゃるのと嫌味たっぷりにひどい悪口を言うと、京花の家からなくなっていたものはなんだとイッチに尋ねてきたのだとか。するとここまでヒントをもらってやっと気づいたスレミンが、イッチが答えを投稿するよりも先に、沢田は京花ちゃんの髪の毛を食ってたのかと叫びます。また他のスレミンたちも、ヘアブラシがしょっちゅうなくなってたのは髪の毛を収集するためか、いや水回りがピカピカだったのを思い出したら吐き気がしてきたと言って、これまで京花ちゃんの身の回りで起きていた不気味な出来事が全て沢田の仕業だったことを悟りました。またイッチもスレミンたちの意見に同意だと伝えると、その後バーベキューで沢田先輩の食欲がなかったのも消化できない髪の毛で満腹だったんだって今ならわかると恐ろしいことを告げるのでした。さらにここで一人のスレミンが、そうなると君を食べたいって書かれたあの手紙の意味が怖いなと言います。その意見にほとんどのスレミンが同意し、沢田は京花ちゃんを本当に食べたいと思ってたんだとの意見が多く上がり始めました。またスレミンたちはカニバリズムの傾向があった沢田は髪の毛を食べて欲求を抑えていたのだとの結論に至ります。その後スレミンたちの関心は、沢田の秘密を知って狙われていたと思われる初音ちゃんの行方に移りました。そしてスレミンたちは沢田がカニバリストだと分かった今、一刻も早く初音ちゃんを助けないと大変なことになると騒ぎ始めます。しかしここであるスレミンがもう手遅れかもしれないと言うと、イッチに対しバーベキューで沢田が持ってきた肉は本当にカンガルーやワニだったのかと言ったのです。それを聞いたスレミンたちの絶叫がスレ内に響き渡ります。するとイッチは、カエルはそのままの形をしてたから間違いないけど、正直他の肉については何とも言えないと自信なさげに答えました。さらにイッチ曰く、何しろ初めて口にするものばかりだったから、カンガルーと言われればそれを信じるしかなかったそうです。しかし全てにおいて推理でしかなく、これ以上イッチやスレミンにできることは何もありません。それから数日経過して、2スレ目に突入しても生ためから新たな自白はなく、どうやらこの一件でバーベキューがトラウマになったらしいイッチがスレに現れ、生ためが退学処分になった旨を告げ、この事件の収束を伝えます。そしてこのスレは一人のスレミンによる、イッチは肉食ったけどチョイナさんはカエルしか食ってないってことだけが救いという投稿を最後に幕を閉じるのでした。人間が人間を食べるとクールー病という恐ろしい病気になるそうです。牛の皆さんはくれぐれも牛肉を食べすぎてチー牛病にならないように。次回の動画も楽しみにしろください。